はい、皆さんどうも、ミスタロウです。ときめきメモリアル4やっていきましょう。と、前回あのリーダー戦ったじゃないですか。あれはね、どうやら3回デートじゃなくて、期間中9月何日からの間にデートをすればいいだけだったらしいです。さて、そしたら体調が悪いから休むか。だからってことは、マキちゃん2回同じとこ誘っちゃってるから、そこで好感度下がるよねって話ですよ。今日は進路相談。うーん、うっす、うっす。進路相談始めるか。はい、お前は進路をどうしたいか。グラップラーとかそういう系で戦う道を目指していきたいなと思ってます。大学進学、就職、学力的に多分大学進学は無理って言われそうだから就職しますね。そうか、就職か。はあ、そうか。ネットだな。ええ。お前なら二流だって。ぐらいだな。二流れだって。一流れを目指すなら。そういうことか。二流って言えないのか。一流れか。二流れ。でも二流れ、まあこんなもん。いいんじゃない？マナ君。あれどうせ逃げられるんだっけ？一緒に帰ろうぜ、マナ君。あ、でもこれマキちゃんが来て、水着のマキちゃんが現れるか。おお。お前と？ん？この声好きな。うん？マキちゃん。出た、水着マキちゃん。あ、この水着好きだな。黄色いよね。どうしたの？うん。河川敷を水着で行くってやばいな。もうすぐ文化祭だね。ああ、はいはい。今から楽しみでしょうがないよ。俺面白くなく、文化祭にいい思い出ないんだよな。それぞれの部活やクラスか。高校の時は知恵を絞って頑張って、多分どっかで言ってると思うけど、青春青春、青春って言うとあれですね、うさ耳のリーダーですね、俺があるのね。今大好きなんだ。今年はどんな面白いものが出てるんだろう。高校の時多分いろんなところで多分何回も行ってると思うけど、出店しかなかったんでね、食品しか売ってねえから何の楽しみもないっていう。で、ドキュン集団は女子軍団の方見に行っちゃっていなくなって、残された今でいう陰キャ軍団の僕らが一生懸命店を回すっていうね。あら、素敵。この間プリクラ撮ったっけ？ボーリングやったのか。よし、今日はプライズビデオゲームコーナーボーリング。あれ、プリクラなくなっちゃったっけ？プリクラあったよね。あれ、気のせい、なんか別のトンと勘違いしてるか。じゃあビデオゲームコーナーに行きましょう。面白そうなゲームあるといいな。君はゲームでよく遊ぶ方？今やってますね、現在進行形で。プロ級遊ばないし嫌いだ。プロ級ではないですね。誇れる、人に誇れるものは俺多分マリオテニスゲームキューブだけですね、多分。でもそれ対人戦やったことないから、対人戦だとめちゃくちゃ弱いかもしれない。マリオテニス今はなんだっけ、スマッシュ、違う、スマッシュじゃないっけ、わかんない。今のやつはまあ結構ボコられてるから、ようやく初めてね対人戦っていうことをできたんだけど、普通だよ。私も。あ、やった。え、マジで。二人で遊ばない？私の家にあるんだ。二人用のゲーム。二人用のゲームか、いいね。割と何プロ級テーマ教えてって言えるのか。この後。はいはいはい、もちろん。あ、これあれか。喫茶店でお茶するやつだ。スイーツだったか。これだよな。このモーションがこれがすごい好きなんだ俺。取るぜ。女の子は甘いもの好きだよね。もう一つ注文する、うん、俺別にでも言わんけどな。太るぞって言ってるけど、別に食いたいもん食えばいいなって思っちゃうタイプだからな。そうなの？そうなの。もう、はい、女の子はいろいろと大変なんだから。なるほど、ダイエットか。言っちゃダメ。いや、こら今可愛かったね。でも気にすぎだよ、男からしてみればね。そうかな。でもね、そう、油断してるとそう、油断してるとすぐそれな、ね、お腹の肉が落ちないんですよね。本当に全然普通なのよ、女の子ってよくわからないな。また別のあれだから。ふう、
はい、ありがとう。でもまた次の週もゲームセンターでごめんね。あのね、じゃあこの服も可愛いよな。おっと、あ、でも調子結構上がってきた。でももう一周ぐらい休むか。ここをやっとかないと女の子と水着を、ああ水着が、あ、縁日の射的にはあれがどうのこの響きのさん、今日のさんプレゼントするさ。あ、高いね。ダイヤのレコ、なんでレコードの針がダイヤなんだろう。高いっすね。アンクレットって何？バイク買っちゃったからちょっとお金がね。ちょっとピアノかこれね、寄せてんだね。うん、ありがとう。はい、いえいえ、割と喜んで、あ、すっごいあっさりとした。まあいいや。あ、でも133日ちゃんのか。あ、ダメだって、ノイズキャンセルって書いてあったから声かけらんないんだ。仲良くなんないとダメなんだって。じゃあ、ただしの方が良かったか。マキ君が随分後ろの方に来てね。ありがとう。もう引退してるはずなんだけどな。アート D 高校。D の意志だからな、強いかもしれん。いつもの努力が、ね、ありがとう。うん、当然な、全国制覇校ですからね。ありがとう。あ、そっか、それ用のために残してたんだもんね、この2個ね。はいはい。宮子は女の子枠じゃないんだもんね、かわいそうに。あ、女の子の情報を知りたい。あ、違う、情報じゃないか。あるよ、評価だ。待って、誰だった。他に聞きたい。あ、よかった、すいません、もう一回。つぐみんですね。はい。意外と前田ちゃんとエリサちゃんの評価が高いな。すいません。また何？じゃあ、後藤さんに電話するか。これ、ゲーセン誘ってさ、戦いにならないかな。で、マキちゃんがさ、マキちゃんになっちゃ、3回目か前回のアレハウンされてるわね。秋分の日、この間読書したんだよね。じゃあショッピング行こうぜ。その日は、ありがとう。うん、わかった。バッキンね。よし、とりあえずどうにかなったな。で、ごめんね、マキちゃん。でも3回目だから、もしかしたらまたあれが出てくるかもしれない。アミューズメントスポット。あ、一回電話してみるか。ね。あれ？しまった。あー、そっか。そっか、そこ連動してるのか。はー、すごいね。マキちゃん、まだかな。よーし。あ、ダメか。もうあれか。3回に なんないのか。了解。もう解散しちゃったから、やっぱ出てこないってことか。だから俺はカーブかけらんないんだよ。自分の腕がよ、こうやって手首を、前もこれだったっけ。あ、そうかそうか。ごめんね、急に手を握られたからドキッとしちゃった。いいなあ、バッチリなんだ。ボディタッチが効くらしいっすよ。ああ、ごめんね。あのね、はい、できたらでいいんだけど、今度は別の場所がいいかな、なんて。ごめんね。はい、すいませんでした。でもこうやって言ってくれるのいいよね。あのね、言ってくんないと分かんないから。でも手は握ってくれるんだ、やったぜ。ん？部活？あ、それ前回が部活だったからか。運動上げとく？いっか、とりあえずあとは、ただしもマキちゃんになるか。
ああ、まああんな姉だけどよろしくだ。ちょっと待って、これから変わってたか。あれは本物の方だな。よお前か。そうそう、姉さんがギターとうとうバレたって嘆いていた。いやあれバレない方がどうかしてるだろうつって。まああんな姉だけどよろしくな。これからもまだこっちの学校に時々来るらしい。なんでや。でも姉さんこっちに来てるとき、お前何やってんの。休んでるよ。だって俺が学校に2人いたらまずい。まあそうか、ただしも休めるからいいのかな。家で休んでるのか。そうだよ、そうだよ。俺はてっきりもそう。それはね、いい、それはちょっと見てみたいけどな。あれ、そういう趣味ないから。すいませんでした。この表情変わらないまま言われるのがあるよね。お前が女装をし始めたら俺友達辞めるから。俺は友達になるかもしれんな。俺もお前だけは恋人に選ばないような気がする。すいません、まあ男同士だから仕方ないね。しれっと言いやがって。あ、これただしは普通に終わったね。あ、よかったよかった。またマキちゃん来るのかなと思ったけど。元気？あ、元気ですか？ために連絡ください。待ってます。あ、可愛いんですけど。どうしたの、ルイちゃん。心揺れ動くからやめて。はい、後藤さん。星川。はい。おはよう。それじゃあ早速行こうか。ジャンクショップ好きかな。いや、前田ちゃんの方が好きそうだな。ショッピング街って一言で言っても結構広いしね。はい、まあね。今日はどこ行く？ブティック、雑貨屋、ジャンク屋。まあ雑貨屋でしょうね。小物選ぼうぜ。いいわよ。混んでるわね。可愛い女の子ばっかりだね。可愛い小物がいっぱいあるみたいだしね。可愛い女の子ばかりだねって言ってみたいな。そうね、女の子に人気あるみたいよ。普通だな、割と。まあそうだね。今日は楽しかったね。楽しかったね、ありがとう。またどこか連れてってね。期待してるから。はい、じゃあバイバイ、またね。このじゃです、なんかちょっとテンション損としてね、嫌よね。月曜日、日曜日でした、すいません。体調ってどれぐらい、どれぐらいの方がいいのかな。シャキン。あ、これぐらいの方がいいのか。おしっぱいにしてると早くなるのか。文化祭かよ。3回目かもしれん。あー、去年はマキちゃんに振られたんだよな。誰か見学に誘ってみようかな。マキちゃん、去年生徒会だったからでしょ。今年も生徒会待って、うわーって言われた。どう文化祭楽しんでる？怪しいぞ、どうした？なんか忙しそう。あー、ごめんね、一緒に見学できないよね、うん、あー、ごめん、生徒会の仕事がまだ残ってて。あー、まだ生徒会だった。残念だな、私がもっと要領よく。今年もダメでした。本当にごめんね。いえいえ、頑張ってください。無理に誘ったのはこっちなんだからさ、生徒会の仕事も頑張ってね。はい、頑張ります。はい、それじゃ。生徒会の仕事じゃ仕方ない、一人で見学するか。今年も一人だよ。マキちゃんと回れないのは残念だけど、一通り回ってみようかな。いろいろやってるな、みんな楽しそうだ。今年で最後の文化祭か。マキちゃんも一緒に回れるとよかったのにな。マキくん、えい。あれ、マキちゃんどうしたの、終わった？最後にちょっとだけ時間取れたから抜け出してきちゃった。そうなんだ。でももうあんまり時間ないよ。そうなの？いいのいいの、最後にちょっとだけ休憩したかったんだね。屋上に。ああ、出た。今なら誰もいないしさ、きっと風も気持ちいいよ。ギャルゲーあるある、屋上に出入りがよくできてな、あとなおかつ人がそんなにいない。ほら、早く早く。普通閉鎖されてるからね、多分。わかんないけど、うちは閉鎖されてたけど。おお、一枚来たぜ。いい気持ちいい。なんかちょっとかっこいい、凛々しい感じ。やり遂げて、すっきりしたーって感じ。ああって感じ。マキちゃんは特に忙しそうだったもんね。忙しいというか、要領が悪いだけなんだけどね。はあ、終わ
んか何事もなく終わった気がするで、文化祭。楽しい思い出はなかったな。文化祭か。結局忙しくてどこもちゃんと見られなかったな。でもみんな楽しんでくれたみたいだし、オールオーケーかな。みんな楽しんでたよ。あ、そういえば、おっとこっち見たぞ、かわいいね。はい、廊下走ってたら会長、あれそうか、マキちゃん会長か。会長かれちゃった。なんか嬉しかったな。会長頑張れ。疲れなんか飛んでっちゃったよ。初の展示とか出店は楽しめなかったけど、出店って読んでしまった。すっごく楽しい文化祭だった。君は？俺も楽しかったよ、マキちゃんと最後に回れたから、うん、よし、しんみりするのはこれで終わり。後片付け手伝わなきゃ。俺も手伝うよ。よし、それじゃあバリバリ働いてもらうよ。お手柔らかにお願いします。嘘嘘、さ、行こう。はい、パフォーマー、うん、終わっちまったぜ。理系と文系上げていくしかないか。芸術結構上がってたね。シャキーンで上がってるからか。ひぃ。ああ、10月か。ああ、あとだって会えるの何？護道さんとは会ってるでしょ？そう考えるともうあんまり。リズミちゃんはノイズをキャンセリングしてるから無理でしょ？あー、なるせ、エリサぐらいか。マヨちゃんクソ早いし。ルイちゃんも会えないもんな。とりあえずじゃあマキちゃん一回デートも誘っといて。あ、電話。いつ行きます？運動部の練習、23日。どこ行こうか。だいたい一通り行った？だいたい一通り行ってるか。スタジアムって行ったことあるかな。あ、ごめんね。ひっ、その日はちょっと明日。あ、いいよいいよ、全然。うん、急にスタジアムってそんなに急に明日のチケット取れるかどうかな。まあ、当日券があるかもしれんけど、土日だからな。10月10日体育の日。今は変わったんだよね。ひー、早くない？評価を知りたい。前田ちゃんはよう爆弾つくね、あなた。誘うだけ誘っときゃいいか。前田ちゃん、どうしよう。30日、16日は練習だから、じゃあ今度あれにしましょうか。前田ちゃんしよう。前田ちゃん前回どこ行ったか覚えてないな。ゲーセン行ったっけ、カラオケ行ったっけ、なんかそこら辺行ってそうで怖いな。じゃあ遊園地にしようか、多分行ってないだろうから。いいよ、軽いな。はい、わかった。はいよ。デーツ。スタジアム、バスタジアムはバス停じゃないんだよ。で、ここで電話できるね。もしかですけど、マキちゃん。あ、ごめん。ひー。今ちょっと手が離せないの。すぐに行くから。あ、はーい。あ、なるほどね。あ、場所は間違えてないんだ。いいんだ。これって変わるかな、なんか。ごめん。ごめんね。同じかな。でもいいの。同じか。これで携帯の電池減ってたらやべえな。うん、そうみたいだね。早速入ろうよ。まあ、4回しか電話できない携帯ですからね。スタジアム、野球だ。チアリーダー。いいなぁ。いいなぁのいいなぁが多分違うんだよなぁ。見たいな、近くで見たいなぁっていうやつなんだよね。すごく似合うと思うな。ぜひ今すぐ。本当？
してません？本当？そんなに踊れないから慣れないんだよね。いや大丈夫、格好で十分ですね。チアリーダー見て帰ってきちゃっただけだった。あ、はい大丈夫。本当？またスイーツだ。好きな。あ、君ってさ、甘いもの大丈夫？あんまり食べないな。だってこういうお店って、あー、甘いもの、これは聞いたことあるかな。カップルがどうのこうのでしょうって言って俺たちも えっていうみたいな、それあれですね。そんなにバリエーションない感じか、残念。今日は本当にありがとう、ごめんね。前田ちゃんのデートぐらいまで行けるか。体調がいいか。ダメだもんね、ノイズキャンセルするからダメか。部活。そしたらもういいか、妄想具現化いいか。怖えな、急に出会ってると。俺じゃ。実はな、写生会があるから。え、写生会？はあ、え、知らなかった。これ芸術得意だろ。ほうほう、行ってみる。行く行く行く。よし、お前ならそう言うと思って。写生会急ですね。俺だからな。俺だからな。そうそう、写生会とは言ってもみんなで絵を描くだけだ。別に勝敗を競うわけじゃないからな。勝敗ってどうやって決めるんだろうね。じゃあな。絵の勝敗とかって決められるもんじゃねえからな。明確な採点基準がないもんね。ああ、嫁さんも来たんだね。え、リサちゃんだね、久しぶりだね。いい景色を絵にして残すのもいいじゃん。一緒に描くべ。はいよ。秋だっちゃね。秋だっちゃね。毎年こうやって絵を描いてるよ。美しい紅葉を残してるっちゃ。今もみじって読んだっちゃ。足がしびれてきたで。楽しかったっちゃ。楽しかったっちゃ。じゃあまだ学校でね。絵は描けねえよ俺は。ダメだよ。あ、バッテリーなくなったね。やっぱダメなんだ。芸術が200以上あればいいってことかな。次の時間は体育だな、着替えるか。おや、ルイちゃんか。ギャーギャー。あ、もしかしてちっちゃくなったな、ルイちゃん。どうした、正しい、着替えないのか。こっち来んな、こっち来んな。あたか、なんだよ、釣れないな。良いではないか。あれ、学ぶ、もしかして。先生、ヘルプ。学ぶ、いかにしょう。何？なんでだ。男同士の裸の付き合いの何が悪い。セロかな。そりゃそうなんだけど、とにかく今日はサラシには近づかない方がいいぞ。そいつは今日のタイが風で見学だからな。おお、その通りだ。なんだって。そういうこと早く言えって。ただしは多分風邪ひかないだろうな。健康そうだもんね。マキ君。はい。うん。毎度毎度ありがとね。それにしても、うん、マナブ君ってさ好きかもしれませんね。そのはずはなかったな。まあ嫌いじゃないと思うけどね。おっと、そっか、君はそっちのタイプだったもんな。同士がどのこの同類とか言ってたもんね。それより保健室行かなくていいの。みんな怪我始めてるよ。いや、それでは行ってきます。あ、新しいな。前も3年生だろう。ルイちゃんここで出会わねえかな。デッツ。え、何かっこいい。おっと、マイラちゃん、素敵なジャージですね。星川、じゃあ行こっか。あよ、スタイルいいよな。チケットも買ったし入ろうか。よし、今日は思いっきり遊ぶぞ。ランドに行ったのいつだ最後、覚えてねえな。で、どこ行こっか。 C に関しては十何年前ぐらいに一回行ってくるでしょ。
大回転コースタードリル無理です。俺こういうの観覧車も無理、高いところも無理だし絶叫系も無理だしホラー系も無理だから何にもできないね。ドリル、その通り、スリルとスピード、これぞアトラクションの王様。楽しみだね。それじゃあ並ぼっか。並ぶのも嫌いなんですよね。人通りもあれだし人混みも嫌いだしね。向いてないね。これすげえ、ギュルンギュルン。ここはすぐに弾丸みたいな速さと回転だったね。ギュルギュルバーン、わかるわかる、あーわかるわかる、俺もわかるよ。あ、割となんだ。へー、今日は楽しかったな。また誘ってくれよ。また一緒に遊園地行ってくれるんですか。いいですね。じゃあまた学校で。はいよー。やっぱ前田ちゃん好きだわ。よし、じゃあ区切りましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回以降もよろしくお願いいたします。さよなら。